そろ。はーい。やべえやべえ。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。はい、来たね。ちょっと何だ、何寝てないで、そんなことしちゃダメですね。はい、ごめんね。バーカーだな。じゃあね。なんすかそれ。あ、冷やかしてるつもりだ。どうだ嫁さん。うん、元気ですよ。あ、ねえ警察さん、顔見に来てやってくださいよ。喜ぶし、あいつ。ああ、そのうちな。俺病院苦手だしよ。またすぐそうやって自分の苦手なことから逃げる。お前にだけは言われたくはないね。なんで。なんでってお前。あ、ねえねえねえ、あれよ、見舞い来てね。あ、そうだ、俺まだあれ結婚のお祝いもらってないねえ。ちょっと行ってきます。あ、待って、お母さんも行くから一緒に行こう。いいよ、恥ずかしいから。こんな綺麗なお母さんと一緒にいて恥ずかしいとは何よ。待ちなさい。行ってきます。ちょっと待ちなさい、すぐる。すぐる待って待ってよもう。どう、新婚生活は。うん、幸せ。そう。うん、夫婦ってさ、やっぱりずっと一緒にいると、なんていうの、だんだん喧嘩するようになったり、あまり喋らなくなったりとかするの？飽きたりとか？うん？ああそりゃあずっとね、新婚の時のまんまっていうわけにもね。そっか、そうなんだ。うん、ある意味ラッキーかな、そこまでは一緒にいないから。でも、ん？そういう時期はそういう時期で味のあるもんよ。一緒にいることになれた時っていうのもさ。負けず嫌いそっか、ちょっと悔しいなあ、そろそろ旦那さんも帰ってくる頃なんじゃない。ん、じゃあ私行くね。え、なんで、会いたくない？そういうんじゃなくて、なんか何会話していいか分かんないし、今は他人だしね。じゃあまたね。うん、ありがとう。じゃあね。
とうございます。嬉しいな。はい、そんなに歓迎されると照れちゃうな。みきこさんから圭作さんの話いっぱい聞きました。え、本当に？どうせろくなことじゃないんでしょ。はい。え、あ、いえ。圭作はモテたのよ。なんだろうね、モテたっていうか、とにかく人気者。商店街のおばちゃんか女子高生までみんな圭作さん圭作さんって。へえ。喋るのがうまいのよね。ほら、美容室って待たせちゃうことあるじゃない、お客さんに。うん、そういう時でも全然平気。圭作が喋っててくれれば全然大丈夫。それにね、お客さんじゃない人が単に圭作と話しに寄ったりとかね。あとね、予約してきたのに圭作がいないとまた他の日にするって帰っちゃったりとか。はあ、でもね、今でも意外と私一筋に思っちゃってるんじゃないかなーなんて思うんだ。私ほどいい女とはそう出会えないからね。それにね、圭作がモテるのはブスばっかり。そんなこと言ってたんだあいつ。はい、あ、他にもたくさんありますよ。いいよ悦子さん。え、今度聞くから。それはそのうちまた来るから、その時一つずつ聞くから。はい。圭作さん、ん、一つお願いがあるんですけど。お願い？翔一のことだろう。あの、ああ、ごめんね、起こしちゃったね。電気消すね。夢？翔ちゃんがね、翔ちゃんが一人でいるの。周りに誰もいなくてすっごく寂しそうで、一人でいたんだ。嫌だった、なんかすごく嫌だった。私翔ちゃんが笑ってる顔が好きだから、くしゃくしゃって笑ってる顔が。なんだそれ。だから嫌だった、翔ちゃんが一人で寂しそうにしてんの嫌だった。そう、翔ちゃん、うん、ありがとう、本当に本当に本当にありがとう。何？何だよ。幸せだった私。いくらお礼を言っても足りないぐらい。ありがとう。ありがとうございました。よそうよ。ね。よそう？やっちゃん。ね。うん。ちょっと言っておきたかったの。勘弁してよ。はい、もう言わない。うん、あ、でもあと一つだけ。うん、約束してほしいことがあるの。約束？私が死ぬとき、
翔ちゃんにいてほしくないの。死ぬ時の顔見ないで。死んでお別れは嫌なの。生きてるうちにちゃんとお別れしたいのね。お願い。それに私今綺麗かな。え、あ、うん、綺麗だよ。じゃあその綺麗な顔覚えててほしいからね。約束だよ翔ちゃん。ありがとう。えっちゃん、翔ちゃん、約束だよ。約束忘れないで。えっちゃん、すいません、すいません。えっちゃん。それでよ、はい、酸素は8リットルだけど。はい、わかりました。血圧も下がってきてるな。 DOA は10ガンマだよね。はい、そうです。酸素も10リットルに上げよう。先生、エスコ知らないよね。知らないですよね。ね、死んだりしないよね。
ちは？わかりません。さっき出て行きましたけど。え？どういうこと？何やってんのあいつ！私がお願いしたの、いないでって。死ぬ時に京子さん、ありがとう。脈触れてるか見て。はい、すいません、不正が見られて触れにくいです。そうか。はい、君たちね。はい。そうか。大事にしろよ。大事にな。大事に。好きな人をさ、大事にな。聞いてるね。はい、聞いてるね。ね。えつこっていうの、えつこ。めっちゃくちゃ綺麗なんだよ。うん。綺麗なんだ。わかった？わかった？えつこっていうの。エツコって。忘れるなよ。エツコって言うんだ。エツコって忘れるなよ。忘れないでくれよ。俺のさ、俺の愛した人なんだ。
悦子さん。もしもし。あ、もしもし。あ、僕一人かな。お母さんいる？あ、家出かけてます。そう、参ったな。竹原翔一というのはお父さんだよね。え？もしもし、もしもし、もしもし。はい、お父さんです。僕のお父さんです。あ、すぐる、あのね、お母さん今病院にいるんだけど。お父さんまたやっちゃったみたい。え？なんとかお願いします。ですから何度も申し上げている通りですね、お帰りいただくわけにも、面会させるわけにもいきません。ただ酔っ払って放り込まれたわけじゃないんですよ。器物破損はあるし、何人かには軽傷も負わせてるし、無理ですよ。何にも喋らないしね、反省もしてないし。まあ私が顔を覚えてたからこうやって連絡は取れましたけど、面会は無理ですね。お願いします。家族が、家族が亡くなったんです。え？そのことまだ知らないんです。お願いします、会わせてください。会って話すだけでいいですから、お願いします。お願いします。何やってんのよ、こんなとこで。
でも悦子さんの最後の顔、あなたに見られなくてよかった。綺麗だった。最後に綺麗な顔して笑った。あなたに見られなくてよかった。あんな顔見たら一生忘れられなくなるから、見られなくてよかった。なんとか言いなさいよ。ごめん。謝ることないわよ。今は他人なんだから。謝ることなんかないわよ。綺麗だった悦子さん。綺麗だった。そうよ。ねえ翔一、悦子さん知ってたんだよ、私たちが夫婦だって。知ってたんだよ。驚かないの？もしかして気づいてた？そっか、そうだったんだ。バカみたい。みんなで痛いじゃない、みんなで。こんな時にこんな場所で言うことじゃないのかもしれないけど、こんな時だから、今日だから言う。私と結婚してください。お願いします。お願いします。こんないい女の
いい女のプロポーズ断ったら最低だからね。最低の男なんだからね。そんなの悦子さんだって許さないんだからね。最低だからね。お疲れ様でした。何？いや、で、どうなったんですか？どうなったって、何を？だから、旦那さんはどうなったんですか？何、旦那さんって、私独身だよ。旦那さんなんていない。いや、いやだから、そうじゃなくて。だから、どうもならない。おしまい。おしまいって？おしまい。そうなんですか？うん、そうなの。旦那さんはどうしてるんですか？さあ、わかんない。え？それでいいんですか、京子さんは？いいも何もしょうがないよ。よし。で、でって、で、だからどうすんだお前は。どうするって何が？何がじゃねえよ、どうするんだって聞いてんだよ。ちょっと何怒ってんのよ。俺はね、頼まれてんだよ、悦子さんから。え？何を？お前のことだよ。だから言った通りだ、悦子さんのさ。何が？私が死んでいなくなったら、その後お前がグズグズしてるだろうから叱ってあげてくださいって。正一さんは多分戻るつもりはないだろうから。当たり前じゃないですか。でも本当は戻りたいはずだから。そんな、私も戻ることを望んでいるって伝えてください。そんなこと言ったってさ。いて、な、なんだよ。戻らないっつったら、そう言ってグズグズしてたら殴っていいって。嘘つけ。嘘だよそんなの、今作ったでしょ。本当だよ、本当にそう言ったんだよ。泣きながら。もう一発殴るか。勘弁してよ。しねえよ、できねえよ。約束しちまったもん。やっぱりもう一発行くか。
帰れるわけないじゃない。できるわけないじゃないですか、そんなこと。そうでしょ、警察さんならできますか。翔一。はい。俺だったら戻れねえよ。は？でもさ、お前ならいいんじゃねえの。どういう意味？お前さ、むちゃくちゃなことやってきたんだから、ここへ来てまともなこと言うんじゃねえよ。戻りてえんだろ、京子さんのところへ。スグルと三人で暮らしたいんだろ。そりゃ無茶苦茶だよな。どの面下げて帰るんだって話だよ。でもさ、お前無茶苦茶やってきたんだろ。それがお前なんだろ。だからあんないい女二人から愛されたんじゃねえのか。こんなどうしようもねえ男なのにさ、お前がさ、したいことをしたいようにしなかったら何の取り柄もねえじゃねえか。そんなのゴミだ、ゴミ、クズとも言うクズ。なんだよそれ。あの、悪いけどさ、お前今日でクビだから。え、ちょっと待って。クビ出てけよ。ちょっと待ってよね、警察さんさ、社長でも何でもないじゃん。なんでそんな。うるせえな、俺がクビったらクビなんだよ。むちゃくちゃだよそんなの。悦子さんにも言われてんだよ、クビにしていいって。嘘だよそんなの、絶対嘘だよ。プロポーズ？お母さんが？うん。でもお母さん振られちゃったみたい。ごめんね、すぐる。うん。お父さんバカだね。だよね。こんないい女いないのにね。そうだよ。こんないい子供もいないと思うよ。だよね。じゃあ痛いんだけど。あれ、話してなかったっけ。お父さんさ、お母さんに夜中に突然プロポーズしたくなってね。でもお金ないからって止めてあった自転車盗んで。え？その自転車で吉祥寺から田無ってほらおばあちゃんちの方まで来たんだよ。でもバカだから道に迷っちゃってね、交番で道聞いて、そしたらおまわりさんがさ、あれその自転車鍵壊れてるけど君の？とかって聞いて。最低。そう、最低なの。それでお母さん交番までお父さん迎えに行ったんだよ。そしたらお父さんさ、お母さんの顔見た瞬間結婚してくれって。は？バカでしょ。なんであんなに好きになっちゃったんだろう。
している毎度京子だ。ちょっと何なの、何やってんのよ。バカじゃないの。ごめん。There are places